はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、武藤由紀です。さあ、本日なんですが、令和の有翼幻獣、キマイラデッキをね、持ってきましたんで、ご紹介していこうというふうに思います。診断で強化されました。まあ、融合テーマでございましてですね、エースモンスターね、幻獣王キマイラと、それから、まあ、バフォメット、幻獣魔王バフォメットとか、それから、幻想魔獣キマイラとか、この辺のモンスターが追加されておりまして、この融合モンスターを、使って戦っていくテーマと、なってます。で、基本的な動かし方は1万初動がありましてですね、まあ、コアトルとか、このミラーソドナイトっていうモンスターがいまして、こいつらが、ミラーソドナイトにつながるんですけども、どっちもミラーソドナイトをリリースするとデッキからキマイラフュージョンのオメガシンサイトのモンスターを特殊ができるということで、これでこの太陽のバフォメットっていうモンスター出してくるんですね。でこのモンスターが召喚特殊が成功したときにキマイラフュージョンと獣族をサーチできるという2枚サーチできるという効果があって、でこいつが自身が悪魔族なんで、この幻獣王キマイラっていうモンスターを融合召喚で出していくという感じの動きになってます。で幻獣王キマイラ自体が、何するかっていうと、キマイラとして扱って融合召喚に成功した場合、エンドフェイスで手札をランダムハンデするよという効果がありますよと。で相手のターンに墓地のこのカードを除外すると自分の墓地からね、獣、悪魔、幻想魔族どれかを特殊召喚できるっていう効果があるんで、これを墓地に送っておきたくて、基本的にはだから融合もね2回できるとでかい強いんですよね、このデッキなんで。まず幻獣を決まり出してハンデスかました後に、この次の、まあ、デストイパッチワークの融合とか一応キマイラフュージョン帰ってきたりするんですけど、まあ、それでこの幻獣魔王バフォメットっていうこのモンスターですね、これを出して、いきます。で幻獣魔王バフォメット何するかっていうと、融合召喚した時にデッキから悪魔族か獣族か幻想魔族を、まあ、落とせるという効果があるんですよ。こ2番の効果でその結界像とかその激肝カードを落として、でその激肝カードを、この幻獣をキマイラの3番の効果で特殊召喚して相手のターンに、これで相手の妨害をしていくっていう感じのテーマになってますね、基本的には。で一応組み方は結構たくさんあるんですよね、キマイラって。まあ、その融合強兵入れたりとか、楽園と組み合わせたりとか、いろいろ、あって、これ、なんでかっていうと、ミラーソードナイトがめちゃくちゃうらら重くて、うらら食らうんですよ、こいつ。で、うらら食らうと、結構きついんですよね。ミラーソードナイトに。まあ、だから今回は、その、ハカーナマスターズプラスしてガンマまでぶち込んで、うららをなんとかして回避ケアしたいというか、まあ、無効にしたいと思って、これ、完全にしてるんですけど、ミラソドライト効果通らないと基本的に融合が、まあ、あんま通んないっていうか、できないから、まあ一応、積み系ね、その、なんかチェーンと獣族とかいれば、なんかいけたりするんだけど、で、あえてそのミラソドライトを打たずに、そのガゼル召喚して、何キマラフュージョン持ってくるとかいう動きもするくらい、うららが重いんですよね。なんで、まあちょっと、だからこそ、組み方はいろいろあるって言ったんだけど、例えば楽園融合を、入れて、楽園融合にうらら打たせるとか、あと楽園開幕入れてね、楽園開幕にうらら打たせるというか、まあ、楽園融合を打つときにうらら打たせるっていう、まあ、そういう構築もあるんですけど、1枚になっちゃって楽園開幕が、で開幕1枚と楽園融合1枚だと、そのなんかデッキメインデッキだから結構カードいっぱいないといけないんで、楽園ギミック採用するとなんかちょっとそれはなんか微妙だなと思って、なんか手数なんないですよ、召喚権ここにしたからさ、なんかアルベル召喚とかできないですよね、基本的に。このデッキってここに召喚権咲くんで、だからと、まあ、開幕が3枚とか楽園後3枚とかあったら別だったんですけど、1枚1枚だからなんかその微妙だなと思って、今回はちょっとガンマにして、であとは超融合にしましたね、マクリフだとして。これなんでかっていうと、まあもちろんキマイラとかにも打てるタイミングで多分結構超融合だとあると思うんですけど、やっぱレスキューエースとか超寿命者とかやっぱ先行結構強いデッキがこれから増えてくる、まあ、特にレスキューエースですね。でレスキューエースとかのマックリフラーってもう本当にマジでなんか思いつかないレベルで強いんですけど、やっぱ超融合は打てた場合やっぱレスキューエース名称消せるので、まあレスキューエース名称がいないと妨害が成立しないのと、あとドラゴン出せる場合ね、相手のレスキューエース展開の、途中で例えばエルフとか盤面に残ってたり、アンブロイル残ってたりすると同じ属性で白が異なるモンスター2体になってるんで、ドラゴン出るんですけど、ドラゴンって対象耐性付与できるから、モンスターにレスキュースのなんか妨害とかって対象を取る効果がめちゃくちゃ多いんで、
だから最初取れないで意外とこれでなんとかなったりするんですよね。なんで、まあ、超融合でドラゴンを出して高校をまくっていきたい。まあもちろん先行でセットしても強いですしね、このカードは。というところで、まあ、今回は超融合と、あとまあガンマを入れた、まあ一応純正に寄せたつもりです、これ。キマエラ。誘発超融合型と書いてありますけど。純正に寄せたつもりなんですけど、まあ純正と言っていいか分かんないが、キマエラデッキをまあ分回していきたいなと思います。パワーは高いけど、まあ、まだちょっと、もうちょいかなっていう気がする。うん。なんか、まだ強化は残してるんで、ぜひね、今から使って、楽しみに、新規強化待ちましょう。デュエル、スタンバイ。うわー、うららケアできねー。結局さ、このデッキ、うららケアするの、マジでさ、どうすんのこれ、これで撃って。マジで。撃て。刺してるぞ。ここに撃つ、バカはね、マジで遊戯をやめた方がいいって言われてますね。ここにうらら撃つバカは。口悪い。なるほど。これさ、これさ、ミラーソードライトって言って、ミラーソードライト効果、うららで終わるから、まあ、多分ガゼルからの方がいいな。ガゼル召喚、ガゼ召効果、まあ、どっちにしてもなんだけどね、これ、融合ないから。融合ない、ないない問題発生してるんで、まあ、一応通りました。多分これ G ですね。はい。相手多分これ手が G だと思います。キマラフュージョン発動して G 打たれましたよというところまでいきましょう。OK です。G はまあ言うて重くはない方だね。なんかその他のデッキと比べたらだけどね。スネークアイとかバチ重いじゃん。まあまだなんとかなる方かなって気はする。このデッキは。で、悪魔族とガゼルで一応現状キマイラーを融合して、で、チェーン1、ガゼル効果、チェーン2、チェーン効果、で、チェーン3、まあ、有欲幻獣キマイラー効果、令和のキマイラーだから、これ半ですね、ランダム半です。で、キマイラー効果、チェーン効果、で、デストパッチワークで、融合系サーチングミラーソードライトなんかあれなんだよな、やっぱちょっとうららクラワン設計になんとかできませんかね。もうなんか墓地にある状態でそのうらら無効にしたいんだけど。回収、これ有力エンジン決まられると回収ね。で、デストイパッチワーク発動して、融合とチェーンを持ってきますというか、パッチワークギミックはね、かなり強いので、まあ、素引きしてっても強いしね、ここにうらら打ってくれる可能性もあるしね、普通に。まあ、ないんだけど、あんまり、そんなことは。融合発動。ドローさせちゃうんだけど、ドローさせちゃうんだけど、ただ、それよりも、結界像落として特殊召喚できる状態にした方が強いのよ。基本的には。前条的なんか知らんけど、幻獣魔王バフェットちゃんの効果を発動するぜ。これちなみに有力幻獣決まる扱いだから無限コード効かないぜ。効かないっていうか、まあ、コアトで無効にできるぜ。でカードを1枚セット、カードを1枚セット、まあ、これでターンを終了するぜ。でエンドフェーズハンデスが入るぜ。さあお前の手札1枚ハンデスさせてもらおうか、枯らせてもらおうか。お前の魂何誰なんだ対象は何。いやまあでも除外ゾーンからも特殊ができるギミックがあるんで。おっと神殿捨てたのでかっ、スネークアイだ。神殿捨てさせたのでかすぎるだろ。もうちょっと一旦ですね、まあ、ちょっとこれ墓穴をね打ってほしいんですよね、基本的には。何もなさそうですね。わなびだと打ってほしいですけど、このドローフェゾージ打ったところでみたいな。まあちょっとスネークアイなのはさすがに打った方がいいんじゃないかという話はある。で有力幻獣キマイラちゃんの効果を発動します。まあこれ本当は結婚で結界図を出すみたいな動きできるんですけど、まあ除外されてるんで、一旦その幻獣魔王バホメットを融合素材にして墓地に送んないと、除外ゾーンから呼び戻せないんで、まあ、それをなんとかしていきたいといったところですが、ミラーソードナイトが特殊召喚されて、相手のかかり火でまあポプルスとかその辺がサーチングされるといったところでしょうかね。はい、ポプルス OK で、ポプルスが手札に加わったんで、効果発動。ミラーソードライト効果、自分リリースすると、これ、うらら打たれてもいい。別に。最悪。大丈夫だ。
最悪売られたでも大丈夫です。で、バフォメットで、ポプルス特殊、1枚サーチ入る、で現在法かな、まあ、うらら打っちゃっても、ああここ、こうなんのか、うざうららチェーンできねえ、俺のうらら、俺のバフォメットにうららをチェーンしなきゃならない、うざじゃあタイミング間違えた、あのさっき出しておきゃった、師匠間違えた、これこうして、すいません今のはちょっと普通に下手くそです。で、ポプルスの、サーチ効果で、何は持ってくのこれ、現在法、あージャガンシーテン、オッケー、お2枚入ってんの、おやるな、2枚入れてんの、えらマジかよ、おあのおっさんなかなかやるぞ、リンキーボーカー、なるほど、ジャガンシーテン2枚入り、マジそんな入ってることあんだね、超融合もあるし、まあ、さすがに G 通ってるんで、まあ、キル取られないとは思うけどな。はい、ポプルスどうぞ、これさすがに大丈夫だろう、スネークアイエクセル効果、エクセル効果、まあ別にいいか、何持ってきても手数になんねえだこれ、ジェットシンクロンか、なるほどね、ジェットシンクロンはいいです。はい、まあ持ってきたところで何も起きないですからね、それは特に、まあ手札捨てるギミックあれば別ですけども、ミラーソードナイツ、これが一番儚くらね、これ自分でね、除外して発動する効果なんですけども、キマイラがいる状態で相手がフィールドで発動したモンスター効果を無効にすることができるという効果ですね。これあエクステルには強いですね、これ使用にね、エクステルとかオークとかジャガン神殿スネークアイ、いいでしょう、いいでしょう、何をセットしますか、あフランベルジュですね、いいでしょう、フランベルジュ、あーなるほど、これねガチでやばいことできそうなんだよね、こうするじゃないですか、でこうするじゃないですか、3体融合ガーディアンキマイラバックターン、 OK で、ガーディアンキマイラの効果を起動していく、一応これで素材が2個フィールドからいってるんで2枚破壊できるっていう効果ありまして、でオークちゃんの効果、オーク効果発動、対象はまあレベル1のモンスターランカー、ポプレス OK、 さあ必殺は使いますよ、ガーディアンキマイラの効果を起動してフィールドのカードを破壊するのと同時にチームチェーンの効果により、なんかレストリーパッチワーク持ってきながらバフォメットの効果によって自分の墓地のコアトを特殊召喚し、さらに自分の墓地の意欲検事キマイラの効果っていうかバフォメットの効果除外されている、で支援の結界像を特殊召喚していくあてかコアトの特殊はできねえよこれ、まあ、関係ねえか、キマイラが守備表示で特殊召喚され、そしてバフォメットちゃんの効果は対象が闇属性じゃないと特殊はできない、でガーディアンキマイラ効果によってカードを1枚ドローしてカードを2枚ほど爆破させてもらうぞ、やばい時間ない、でフランベルジュドラゴンちゃんの効果は、ちなみに発動ができません、なんでかっていうと、炎属性だからです、相手の墓地が結局ねこれ結界像なんよね、結界像なんよマジで、結界像なんです、手札多すぎんこのデッキ、最強デッキだ、いや高校ゲーム参加権は獲得した、頼む俺に、ね、ゲームに参加させてくれ、融合破片打つしかねえ、例えばさ、ピュアリーの、メイトが実装されまして、ピュアリーの鳴き声が、判明しましたね、ピューッピューッピューッっていう鳴き声だっていうのが判明しましたけども、増殖する G の、鳴き声もちょっと再現したいと思います、今からジョージ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 強いカード引いた、強いカード引いた、どうでもいいこと言ってた、強いカード引いた、ルベリオン、ルベリオン4番まあいいか、カルテシア止めてよな、ちょカルテシアの効果使ってくんね、ガンマぶち込むからよ、今からてめえの脳みそにガンマサイフレームギアガンマぶち込むからよ、あこれオッケー牧場だ、まあ、言うてドローさせてくれんならまあ別にいいや、はい、で1枚ドロー、まあ多分ねビーステッドそこまで刺さんねえと思うんだよね、このデッキなんかサーチ入ったところで、まあ、そんなに
まあ大丈夫かなっていう気がします。はい、セット、なるほど、セット。あ、やべ、おい、お前融合しろよ。ちくしょう、カルテシアに当てようと思ってたガンマが腐ったぞ。ドロドブルム、まあ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 、まあ、いいだろう。いやでもこれカルテシア使ってくれる可能性あるからな。メインフェーズドロー、ハカーナ、余裕通、ハカーナは強いぞ。楽園に対してとりあえずコーンフィールドコアトル効果、コアトル効果、ハカーナ撃たれたら、マスタスやなこれ。楽園の獣、はい、それはいいです。楽園の獣はマグナムートを素材にして、1枚破壊してくるんですね。俺のカードをミラーソードライト持ってこないと俺お話になんねえかこれ。うららってもこれでも穴抹殺あるからケツ穴確定させればいいから多分これミラーソードライトでいいね。こういう時強いね、このうらら撃たれても大丈夫っていう反応の時ね。これ強気にいきましょう。ミラーソードライト召喚効果、ここに獣撃て、はい、ここに獣撃つやつは何やってもダメです。あ、ちなみにフリーチェーンですミラーソードライトで。まあ、バホメットしかねえな。バホメット召喚効果発動、これが令和のバホメットよ。令和のバホメットはバニラモンスターじゃねえぞ。あれがもともとバホメットはバニラモンスターじゃねえか。カルテシア、チキショ、ここでよ、え、ここでさ、うっ、あ、え、ガンマ撃てなかった。くそ、チキショ。カルテシア効果でマグナムートと融合する、なるほど、マグナムーティングで融合、グランギニョル、なるほどね、グランギニョルでバホメットちゃんの効果でガゼルとちなみにキメラフュージョンを持ってくることができる。さあグランギニョの効果が発動する。これで賛成の際が起動条件満たしていく。オッケー、これちょっとグランギニョのめんどくせえな変身すんの。あれか、これ賛成でパクるか、これグランギニョのパクるあるな、これ。あ、オッケー、グランギニョのパクりましょう。ちょっとお前のソロモンスター強そうだな、くれ。おい、のび太、お前のそのモンスター強そうだな。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。ありがとうな、もんのび太。そんなこと言わねえか、ジャイアン。キマラフュージョンの効果、キマラフュージョンの効果によって、急にね、ジャイアン声を出して、あの視聴者を困らしていくスタイルね、これ、困惑させていくスタイル。まずは一旦融合を普通にさせてもらうぞ。幻獣をキマイラ爆弾かっこ有翼幻獣キマイラで、有翼幻獣キマイラちゃんの効果をチェーン3にしたい。現像の王ガゼルとエッジインプチェーンの効果、そして、有翼幻獣キマイラの効果を発動。相手のエンドフェーズに相手の手札を1枚判定させるぜ。ちなみにこれ意外に楽園には刺さんねえな、多分な、回収するカードいっぱいあるかな。はい、でチェーンからのデストイパッチワークをサーチ、そして幻想その王ガゼルによってミラーソードナイトを回収すればいいのこれ。え、何、もう全部使ったこれ、なんでみんなこれでいっか。そして手札よりマジックカードデストイパッチワークを発動、融合とエッジインプチェーンを手札に加えていく。これがやっぱりね最強なんですよね。このギミックマジ強いんでこれ最強なんですよって話をしましてから、キマイラフュージョン爆発させていくしかねえんじゃねえのこれ。回収 OK で融合します、キマイラ出します、爆発させます、融合、そうさあ融合の効果を起動していく。あ、ドロイドブレムだとやるじゃねえか。ミラーソードナイト、なるほどね、ミラーソードナイトをゲームから除外することによってバホメットで融合サインされたときにミラーソードナイトが投資もされるっていう効果を一応ケアしていくってスタイルですかね。はい、ミラーソードナイツ OK で融合でもちろん出すのはそう、結局ね真っ赤の時もねこれが強いんですよ。さあ3体のモンスターを融合スタイルとし融合召喚、現れろガーディアンキマイラ、そしてガーディアンキマイラのモンスター効果、あ、そうか、あいつドルドブルム出したぞ俺、え、もしかしてこれ俺グランギニョルの子が使えるこれ。超融合に俺プロスクに入れてるわ、確かに、やばい、神ゲー起きたかもしれないこれ。これグランギニョルマジ強えじゃん、やばいわ。ちょ一応これ出す、待って、グランギニョルの効果ちょ起動するわ。はい、
俺プロスケニュー入れてるんですよね。超有効用に。杖普通にシンプル酔いつだれだれだれ、やばい、それはちょっと待って、何起きんのこれ、これはやばいぞ。ちょ超融合、やっぱここの盤面だとあれか、ああそういう感じか、なるほど、闇属性3体って言われたのと、キマイラ風属性か、ああスタペリアに決めで、グランギニョルで、デスピアンプロスケニオンが出てきて、オッケーこれ強ない。でも超融合ちょっと相手早かった問題ない、これガーディアン、あでもそうか、超融合が破壊されるからあれか、ここで打たないといけないのか、で獣破壊されるで、プロスケニオン効果って言ったらドラゴスタペリア使われるか、まあ、一応使うか、一応使ってスプリントパクリダディエースって言って、あそれ向こうだよって言われてドラゴスタペリア打たれます。はい、了承しました。あてかこれ殴ってからでよかったか、これミスったわ、これ殴ってからでよかった問題、これカウンター乗っててもあれだよな、スタペリアいないと無効なんねえよこれ、殴ってからでよかった、俺絶対ミスった、やべえちょっと待ってミスった、そしてバトルフェーズあります。プロスケニオンでこれ絶対これミスったわ普通に、でこれ効果起動します、2700ダメージ OK、 メイン2入ります、除外しないといけないカードねえな別に、カルテシア帰ってくるのうぜえぐらいか、カルテシア、まあ、まあ言うてそんなだな、なんか墓のまだ温存してドルイドブレムに打ったんじゃね、セット、まあ、これでエンドか、なんか絶対もうちょいうまくできた気がするけど、なんかちょっとうまいこといきませんでした、すいません。スプリント効果いいでしょう、スプリント効果で特殊召喚キット、あーなるほど、でキット効果、はい、楽園融合、それ前も戻るけど大丈夫それ意味な、それ意味なすぎて草で、ハンデス帰る、消えん、えそれ先消えん回収することできないんだっけ、楽園って、なんかそれ先に楽園回収してキット特殊召喚したら、そうサーチ入ったんじゃねえ、まあ一応1枚ランダムハンデス入るけどね、やべえ、ただ復活してきやがるあいつら、うざすぎる。これサーチ入るんだっけ、まだ、あいけそうだな、バファメット出すか、バファメット出して一応ガーディアンキマイラの弾ちょっと増やしとくわ、さあどうする、増陣で OK で、これ抹殺する、墓穴はちょっと取っときたいんで抹殺から打って、G 打って、でこれ G 向こうで、これ多分だけどドレイドブルームを墓地に送る手段今んとこ墓地にはないから、多分リンクするとかじゃないと多分墓地送れないんだよね、でこうでしょ、でガーディ、バファメント効果発動して、ガゼルとキマイラフィジョン、やばい30秒しかないって、時間ないって、時間ないって、いやーもう難しいよ現代遊戯王難しいよ現代遊戯王難しいよ、ちょっと時間ないよマジで、これ診断初日なんで許してください、まあ初日じゃなくても遅いけど俺回すの結構、さあアンヘルが出てきてしまった、やばすぎる、アンヘルやばいぞ、待てどれだ対象は、光闇だっけこれ、あ違うわ、闇か、闇だ、スプリンドと、待ってスプリンドどれでもいいでしょ、あの闇だね、闇戦闘で破壊されないだけで、発動して効果受ける、オッケー、ちょっとどれ対象、オッケー、そういうことね、でドルイドブリムの対象になっている、プロスケニオンを墓穴1枚で守ることによってプロスケニオンは破壊されないという効果、はい、オッケー、破壊ってか墓地送るか、耐えた耐えた、オッケー、で墓穴は除外されます、いいでしょう、でプロスケニオン効果で一応これで起動してスタペリアを蘇生しといたら、多分これこのターン絶対知らないよね俺、ちょっと待って時間ない、このターン絶対知らない、多分このプロスケニオンからのスタペリアで、スタペリアで相手のモンスター無効になったら多分展開できないから、多分これ一回殴るしかないし相手ってことは、俺生きる、このターン生きたらこのハンドいける、さすがに、ただ時間ない、助けてお母さん、おメインフェンス、やばいちょっと待って
待って、一応置いとくわ。一応置いといて。待って、これ、待って、これ、またやべ、やべ、ちょっと待って、やべ、時間ない。これ置いたらメインフェーズ続行されるやん。ちょ、マジで、マジで時間ねえ。ちょっとほんまにやばい。ほんまやばいぞ。ちょっと、これ急げ。これガーディアンキマラだけはしたい、マジで。このターンに。13秒いけるかな ?13 秒。残り13秒。行くしかないか。こうして、ちょっとやばい。あかん、やばい。なんとかしてこんだけしょ。チェーン1、うわ、打ってる時間ないと思うから全部キャンセルしまーす。よろしくお願い、あぶれちょっとね、マジでね、俺回すのめっちゃ遅いんだよね。そこが問題だよね。実況チャンネル回すのクソ遅いって言われてるかな。はい、あ、サーチ入んねん俺。もういい、サーチねえじゃん。攻撃表示に変更するしかない。で、プロスキニオンの効果を発動してお前のモンスターまくるわ。サメリア。おっ、これプロスキニオンマジ活躍したな。バリ活躍したわ。参戦の際でグランギニオルパクったところがファインプレーだわ。ああ、はい、せっかくよっしゃ。ちょっと皆さんもうちょっとね、回すの早くなりましょう。いやー、なるほどですね。融合杯ワンチャンだけどな。開幕がさ1枚しかねえからさ、結構きついわ。普通に楽園出張型の方がいいのか誘発型がいいのか、ちょっとどっち動画にするか分かんねえな。なんかね、楽園融合型は楽園融合型強いとかあるんだけど、その開幕とか引いたり楽園融合引いた時はね普通に強いんですけどね。はい、なんかまあ一長一短というか、まあ普通にそのアルバスだけ引いてるとかいう時とか、もう全然関係ないんだよね、あんまり。まあ一応アルバスすべきでデストパッチワークとかまであるとかだったら、一応なんかなね、楽園融合とかうっちに行ったりできる。楽園融合っていうか、ルベリオンとか。あ、ミラーですね、これ。ミラー来ました。キマイラデッキですわ。普通にアルバスを引いてる時に、数値融合でなんかルベリオンミラージェイドみたいなのしたりとかはできるから、そこはシナジー若干あったりする、うん。ただ開幕と楽融合1枚1枚のがマジでやばい。普通に引けねえ普通引けねえ、うん。そうってことで、これキットとかアルバスの方引いちゃうんだよね。なんかさ、別にキットとかアルバスいたところでさ、キマイラデッキの手数にはなんねえのよ。でここがむずいな、結構マジで。無限に構築むずい。キマイラ、これどうしたらいいか教えてくれ。やばい、源氏をキマイラは普通にハンデスいいだろう。これ断罪を送ってもらうしかねえか。ミラーソードナイトとキマイラで、これバホメットはな。なるほどな。いや、まあ結界像まあまあうざいか。いやでもバホメット、あ、うざいな。結界像普通にキマイラ、でもガーディアンキマイラ出るわ。え、待って、相手超マージンイド送ってんだけど。ちょっと待って、わからん。やばい、超マージンイド。普通に超マージンイド、何これ。いやー、派兵が、俺様の派兵が。コーンフィールドコアトル、ミラーソードナイト、ミラーソードナイトリリース効果発動。そ、まあ、もうそれは何もできません。はい、バフォメットいいでしょう。バフォメット効果いいでしょう。把握許容します。ガーディアンキマイラ、ガーディアンキマイラ、ガゼル、ギブアンドテイク。クソデッキじゃねえか、クソデッキじゃねえかいらないって、クソデッキじゃねえか。極限までキマイラに見せかけたクソデッキじゃねえかこれ。ふざけんな。あ、ちなみに決まり、超魔人イドがですね、フィールド上にいるとですね、私、モンスターをセット、召喚、反戦召喚、特殊召喚できないです。はい。まあ、一応、カードセットは一応できるんですけどね、はい。ターン終了です。クソすぎクソすぎマジで。いや、確かにね、特殊召喚できないは強いんだけどさ。わざわざキマイラでやらんくてもよくないかっていうか、俺がやろうとしてたことを先にやられてますね。はい、私が先にやろうと思っていたことを先にやられて、
ガーディアンキマイラで井戸を、爆破されるという今現状状況となっております。こんなことが許されていいんでしょうか、一生このデッキ証拠のデッキ、すびき前提のギブアンドテイクすびきしてるところが一番決めば